皆さん、こんにちは。映画翼は心につけてでデビューした後、映画遠雷で日本アカデミー賞を受賞。さまざまな場で活躍する日本の女優石田絵里さん。そんな彼女ですが、ウルトラマン80と釣りバカにしを途中降板されています。それにはある事情が関係していたようです。今回は石田絵里さんのウルトラマン80釣りバカにし途中降板の訳とライズアップで、ダイエットに成功したこと、結婚相手と離婚理由などをまとめました。ぜひ最後までご覧ください。石田絵里さんは1960年11月9日熊本県八代市で生まれました。ちなみに本名は内田絵里子さんと言います。石田絵里さんの出身校は堀越高等学校で、登校は全日制家庭への通学が困難な芸能人やスポーツ選手に対応したトレイトコース、旧芸能活動コース、体育コースがある学校です。中尾美恵さん、ザ・ドリフターズ、沢田研二さん、布施明さん、森進一さん、小柳ルミ子さん、天地真理さん、キャンディーズ等の大スターを多数抱えている渡辺プロダクションに所属、後に退社しトライアングル C プロジェクトに移籍しています。中学校3年の1975年5月指揮者チャーリー石黒氏のオーディションに合格。上京して石黒氏の母の家に下宿しながら、チャーリー石黒音楽専門教室で歌を習っていました。また高校入学後の1976年から1978年までは東京音楽学院でダンス、セリフ、演技のレッスンを受けていたようです。1976年10月から翌年3月までクイズ番組スターチャレンジのアシスタントを担当することになったのがきっかけで、これが芸能界デビューとなりました。1978年、 TBS 刑事犬カールに顔を出した後、バラエティ番組笑って笑って60分の中のコーナードラマ哀愁学園に準レギュラーで出演。同年映画翼は心につけてのオーディションに合格し、ヒロインの鈴木麻人を演じスクリーンデビューを果たしました。1979年に高校を卒業した後、青春テレビドラマ体験時代にレギュラー出演。その他家族サーカス、例えば愛、ウルトラマン80などテレビドラマで活躍。1981年は遠雷で主演を果たし、この作品で日本アカデミー賞の主演女優賞と新人女優賞を受賞しました。そして1998年より釣りバカにしシリーズにおいて主人公浜ちゃんの妻美智子さんを演じ、人気を博していきました。そんな石田絵里さんはこれまでに2作品を途中降板しています。まず1つ目がウルトラマン80の第43話です。ウルトラ星から飛んできた女戦士を持って途中降板しました。理由は2013年に角川書店から刊行されたウルトラマンヒロインズの中にあり、インタビュー記事で石田絵里さん本人が降板理由を語っています。当時の石田絵里さんは周りからウルトラに最後まで出演すると耐性しないというジンクスを聞かされていて、それを気にしすぎてしまい自分から降板させてくださいと申し出たと言います。するとあっさり承諾された上に、あまり時間を置かずに主役の白の笑み殉職編を作っていただいて、あまりの待遇の良さにむしろ恐縮しましたとのことです。一度降板した後はウルトラに最後まで出演したとはならないので、ジンクスを回避したと考えていたらしく、その後ウルトラシリーズに呼ばれたら出演を承諾していたようです。白の笑み殉職、星涼子登場のエピソードは急ピッチで作られているみたいですから、
涼子は恵美を助けられなかったのか的な感想も目にしますが、これは大人の事情でどうにもできなかったと思います。そして2つ目が釣りバカにしです。石田恵里さんは1988年から1994年まで国民的人気映画釣りバカにしシリーズに主人公浜ちゃんの愛妻美智子さん役で出演し人気を博していました。石田恵里さんのスタイルの良さと愛くるしい笑顔は映画ファンだけではなく大御所の出演者まで魅了してしまいます。そのうちの一人が浜ちゃんのパートナーである社長のスーさん役でおなじみの三國連太郎さんです。石田恵里さんの突如の降板は8作目でした。石田恵里さんに代わったのは演技もラブシーンも心もとない浅田美代子さん。その急な降板の原因として伝えられているのが三國連太郎さんです。映画公開当時すでに還暦を迎えていた三國連太郎さんでしたが、石田恵里さんにかつて愛した魔性の女太地喜和子さんの面影を見たのか猛然とアプローチしたそうです。しかし石田恵里さんはあっけらかんと無視。すると三國連太郎さんは可愛さ余って憎さ100倍だったのか制作サイドに圧力をかけて石田恵里さんを下ろしたといいます。見方を変えれば石田恵里さんがそれほど肉感的で男性を包み込むような魅力があったということでしょう。しかし三國連太郎さんといえば女性を暴行する役の時はリハーサルから本気で暴行していたそうですし、ベッドシーンでは前張りを外させたり数々の女優を口説き落とした一面でも有名な方ですから、石田恵里さんの判断は正しかったと言えますね。三國連太郎さんにおじけつかずはっきり断った石田恵里さんはすごいですよね。そんなとても魅力的な女優石田恵里さん、映画園内でもその魅力を存分に発揮しています。大手映画社会が低迷していた1970年代後半から1980年にかけて数々の名作や問題作を提供したのが日本アートシアターギルドでした。その名作の一本が1981年の園内。都市化が進む宇都宮で農業を営む青年の赤裸々な日常を描いた作品です。根岸義太郎監督の作品で、今では農業を営んでいる俳優長嶋俊行さんの出世作であるとともに、その母性あふれる体を惜しげもなく晒した女優石田恵里さんの代表作でもあります。当時の石田恵里さんは25歳。その後は個性派女優として活躍するだけではなく、篠山紀信さんやヘルムート・ニュートンさんなど著名なカメラマンによるヌード写真集が話題となりました。これまで順風満帆な人生を送ってきた石田恵里さん、ご結婚はされているのでしょうか。調べた結果、結婚も離婚も経験しており、現在は独身です。そのお相手はあの西城秀樹さんや桑名正宏さんのサポートバンドを務めたミュージシャンの吉野藤丸さんです。二人は1985年に結婚され、1990年に離婚しています。結婚生活は長く続かなかったようです。そもそも石田恵里さん自身はヌード写真集も含めて過去のスタンスはあくまで要求に従っていただけであり、これらのことは仕事と割り切っていたようです。それほど恋愛に関して奔放ではないようですね。吉野藤丸さんとの結婚生活も5年で破局したのは夫の浮気が原因と言われています。当時は石田さんが25歳、吉野藤丸さんが34歳で、さすがに相手はミュージシャンですから、性格が真面目な石田さんからすれば夫の交流関係は辛かったのかもしれません。石田恵里さんはもともとその豊満なボディからかねてから芸能界の中の特に中高年男性芸能人には大変人気が高かったそう。2017年のトークバラエティ番組アウト×デラックスでは、元夫の吉野藤丸さんに関して、こっちが愛情あるのに向こうに感じられないと性格的にちょっと大変でと意味深な回答をしています。どういう方がタイプなんですかという問いに、世の中にたった一人影と火みたいにピタッと合う人がいて、その人に会うまでの旅だと人生は
と答えています。巷の噂とは全く別で、かなり乙女チックな恋愛観を持っていることを明かしています。これほど素敵な女性ならすぐにお相手が見つかりそうですね。離婚後の石田恵里さんには三國連太郎さんをはじめ萩原健一さんなど言い寄った男性は数知れずいます。しかし石田恵里さん本人は極めて男前な性格のようで、浮いた話も聞くことはありませんでした。石田恵里さんはその後も女優として、自分が気に入った役ならばメジャー独立系に関係なく出演しました。ドラマにとコンスタントに活動を続け、新歌舞伎座開場5周年記念、 GS 近松商店や映画シネマの天使、流れ星が消えないうちに、美しい人など充実した女優生活を送っているようです。女優として充実した日々を送っている石田恵里さん。家族構成は父、母、3歳年下の妹の4人家族です。しかし幼少期に両親が離婚しており、3歳から9歳までの間、妹と共に養護福祉施設で育ったそうです。小学校5年生の時に妹と共に母親に引き取られています。7年間も親元を離れていた石田恵里さんは相当寂しい思いをされていたのでしょうか。石田恵里さんは元気に明るく育ったと語っていて、辛い過去をうまく消化できているようでした。そして土日は親の元に帰ることができ、それが楽しみだったので不幸の中の幸せだと語っています。辛かったことをポジティブに捉える前向きさが子供の頃から習得していたようですね。そんな小学生時代を過ごした石田恵里さん、小学校卒業後は八代市立第二中学校へ進学しています。ソフトボール部に所属し部活動に励んでいたそうです。部活が休みの時には熊本市内の YMCA スケートリンクに出かけては夕方までスケートを楽しんでいたそうです。中学2年生の時に八代から上京し、港区立御成門中学校へ転校しています。石田恵里さんの前向きに活動する原動力は、子供の頃に苦難を乗り越えたという人間力ではないでしょうか。さすがに50歳半ばになると体型の変化に戸惑うことも増えてきた様子。もう一度グラビアがしたい、私が若い頃は56歳というのは先が見えていて、人生も見えていて、ほとんど新しいこともないかなと思ったりしていた。でも実際にこの年になると、まだ自分の気持ち次第ではもう一回青春みたいな気持ちになって、若い頃にできなかったことにも挑戦できる人生100年時代と呼ばれる現在、小にチャレンジに限界はないということでしょう。若い頃から脱ぎっぷりのいい女優と評価された石田恵里さんらしく、チャレンジはグラビア撮影だったということですね。ライズアップでダイエットというと厳しいメニューをこなさなければならないというイメージがありますが、どれだけの効果があったのでしょうか。約3ヶ月のトレーニングでウエストはマイナス 14.5cm、 体重は 54.5kg から 49.4kg で 4.9kg 減、体脂肪は 23.9% から 17.8% と見事成功したのです。3ヶ月で体重は約 5kg と標準的な減量だと思いますが、ウエストが 15cm 減ったというのはすごいことですね。体脂肪率も 6% 減っています。筋肉量はそのまま、脂肪分が軽減されたという理想的なダイエットだったのではないでしょうか。ダイエットの成功について石田恵里さんは以下のようにコメントしています。私が若い頃は56歳というのは先が見えていて、人生も見えて、ほとんど新しいこともないかなと思ったりしていた。でも実際にこの年になると、まだ自分の気持ち次第ではもう一回青春みたいな気持ちになって、若い頃にできなかったことにも挑戦できる可能性は自分が信じる限り開けている。まだ捨てたもんじゃない、みんな50代からもう一回青春しようよ。心に響きますね。我々も恐れずにチャレンジをし続けましょう。また今後やりたいことについて問われると、
恋人ですとにやりと微笑みました。しかし大丈夫ですかね、離婚してから恋をやってない30年ぐらいですかねと不安もあることを明かしています。何度かは恋の予兆はあったものの、一回会ったぐらいで違うなって分かっちゃう。それでも恋の予感はないですけど、これからあるかもしれない。そういう時は体ごとイエイと手に入れた美ボディと共に体当たりで久しぶりの恋を楽しむと前向きな姿勢を見せていました。今後新たに石田恵里さんの熱愛報道が見られる日が来るかもしれません。いかがでしたか。前向きで素敵な石田恵里さん、今後の活躍に目が離せませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。